AKB48、AKB48 AK 選抜、総選挙 AKB4845 スシングル、選抜総選挙、AKB4845 スシングル選抜、総選挙、僕たちは誰についていてはいいは、AKB48 の45枚目のシングルに、参加する選抜メンバーをファンによる投票で決定する、イベントである。 この選挙の上位16位までのメンバーが2016年8月31日に発売の45スシングルラブトリップ幸せを分けなさいの選抜メンバーとなった。総選挙開票イベントが開催されたハード・オフ・エコ・スタジアム・新潟選挙の実施は2016年3月21日に公式ブログ AKB48 オフィシャルサイトで発表された。 今回の総選挙では、前回同様に、立候補生を採用している。最終結果が発表される開票イベントは、2016年6月18日に、新潟県立鳥屋の方公園野球場で実施された。会場での総合司会は、徳光和夫と、木サア子。当イベントでは、初めて、中華人民共和国でのインターネット制配信が行われた。 一般の投票期間は2016年5月31日10時から6月17日15時までであった。また今回から新たに開票日当日の AKB48 グループコンサート参加者に付与された投票権の公式期間は6月18日12時から14時30分までであった。開票イベントが開催される新潟市が地元の商工会議所や 各企業に協力を要請したところ、イベントに関連する来場者は5万人と想定され、市観光政策課によると、市内約50カ所の宿泊施設の予約率は、6月4日の時点でほぼ100%になったとされる。宿泊施設が満室となると、いわゆる、帰宅難民問題が発生しかねないため、東日本旅客鉄道は、新潟発東京行き等の上越新幹線の、 臨時列車を運転し、市と地元商工会は、宿泊先が確保できなくても、翌朝まで過ごせる、要飲食店等に営業時間の延長を要請した。新潟市は、イベント開催に伴う飲食店や、宿泊施設の利用による、経済効果を15億6400万円と、試算していた。イベントの模様は、BS スカッパーにおいて、 12時から19時まで開票イベントに先立って行われた AKB48 グループコンサートを含め7時間制中継し、フジテレビ系において18時30分から19時まで、19時から20時51分まで、20時51分から21時24分までの3部制で生放送された。また、イベント当日の15時から16時30分まで、 富士テレビローカルで事前番組決戦直前今夜の第8回 AKB 総選挙はこうを楽しめお放送さらにイベント終了後の23時15分から翌19日0時9分までテレビ朝日系列において緊急性放送 AKB48 総選挙延長戦僕たちは彼女についていこう生放送テレビ朝日での MC は羽鳥慎一 進行に、青山愛、ゲストとして、宇野つねひろ、東国丸秀夫、中継先では、新潟からは、広中綾香、品川駅からは、野上新平、乃木坂46の井古マリナ、白石舞、西野七瀬、橋本七海、松村さゆりが出演した。なお、藤士テレアもコメンテーターとして、AKB48 グループ、前奏監督の高橋みなみが出演した。 当日の NHKBS プレミアム AKB48 ショーでも選抜総選挙制放送スペシャルが放送され AKB48 グループのメンバーが同時刻に2つの生放送番組に出演した。富士テレビにおける生中継は前年メンバーの壇上スピーチ中に何度も CM に突入したりゲストによる順位予想、注目メンバーの VTR や スタジオトークなどが多く含まれる番組構成となっており、一部メンバーのスピーチはワイプ画面に映されるのみであったりし、インターネットを中心にファンからの批判や苦情が殺到したが、今回は番組構成を一新し余計な演出は極力排除し、番組前半に集中して CM を投入した。6位から1位の発表まで CM を挟まず、番組後半は余裕のある進行で中継され、 前年に比べだが評価を受けた。関東地区の平均視聴率は、第1部6.2%、第2部8.7%、第3部17.6%、瞬間最高視聴率は19.9%であった。開催地である新潟地区では、番組全体の平均視聴率は26.0%、第3部の平均視聴率は34.5%、 瞬間最高視聴率38.0%を記録した。以下のいずれかに該当する者に投票権がある。また、開票日当日の12時より開演した AKB48 グループコンサートのチケット1枚につき投票権1票が付与された。以下の条件のいずれかを満たすメンバーが所定の用紙に記入し、各劇場の選挙実行委員会に提出することで、 立候補したことになり、非選挙権者となる。本節以下における所属チームは2016年6月10日時点。それ以前に活動終了したメンバーは、それぞれの最終活動日時点の所属チーム。各チームの候補者数は兼任メンバーの重複を含む。立候補者のうちは、前回立候補しなかったメンバー。AKB48、SKE48、 NMB48HKT48NGT48 は立候補締切日以降、開票日当日までに AKB48 グループから卒業した、または卒業発表をしたメンバー。AKB48SKE48NMB48HKT48JKT48 開催発表日時点で卒業発表をしていた。 メンバー全開同様80人。1から16位の16人が、兄弟曲の選抜メンバーとなる。17から32位の16人は、アンダーガールズ33から48位の16人が、ネクストガールズ49から64位の16人が、フューチャーガールズ65から80位のアップカミングガールズとして、それぞれの楽曲に参加する。 投票総数は3255,400票と前年から32,336票減少した。シングル曲選抜の各グループ内訳人数は AKB48 が9名、SKE48 が2名、NMB48 が1名、HKT48 が3名、NGT48 が1名となった。一位経験回数において、 前田厚子と大島優子の2回を上回り単独トップとなる歴代最多の3回目の1位を獲得した指原里野は総選挙史上初の2連覇を達成した。その獲得票数243,011票は自身が4ファーストシングル選抜総選挙で記録した194,049票を上回り過去最多得票数となった。 2016年6月1日に行われた速報結果発表では初の試みとして最終結果では県外となる81から100位まで発表された。2016年9月15日に AKB48 グループ同時開催コンサート委員横浜と題した総選挙の結果を反映したコンサートが開催された。コンサートはランクインメンバーが参加した。 今年はランクインできました祝賀会を横浜アリーナにおいて県外メンバーが参加の来年こそランクインするぞ決起集会を神奈川県民ホールにおいてそれぞれ別会場で同時刻に開催した。先日のコンサート来年こそランクインするぞ決起集会では AKB4845 スシングル選抜。 総選挙延長戦として選抜総選挙で初めて県外順位を公表し81位から100位までを開票イベントで司会を務めた徳光和夫が発表した最終結果において最多議席数を獲得したグループである第一党となったグループには下記の得点が付与された80位以内に入った 最多議席数のグループメンバーによる、新公演最多議席数のグループによる、ファン感謝祭の開催80位以内に入った、最多議席数のグループメンバーのラインスタンプを、制作80位以内に入ったグループ別のメンバー数は、下表の通りとなり、AKB48 が前回、SKE48 に明け渡した第一等に、会議在った。ラインスタンプは、 AKB48 選抜総選挙第一等記念スタンプとして2016年8月4日より配信開始された。ファン感謝祭は2016年8月7日に埼玉スーパーアリーナで AKB48 シングル選抜総選挙第一等感謝祭2016から1 3 9172票の愛にありがとうと題したライブイベントとして開催された。 総選挙に立候補した兼任を除く AKB48 のメンバー102名が参加。新公演は当初予定より半年以上遅れた2017年5月12日に初日を迎えた。公演は AKB48 のエースアルバム収録曲で構成されるサムネイル公演となる。立候補メンバー全272名の選抜総選挙アピールコメント映像が ヤフー検索の検索結果上とギャオで2016年5月21日より先行公開されたストリーミングサービスショールームによるイベント選抜総選挙の開催に伴いショールーム内に設置された総選挙立候補メンバー272人全員分の各配信ルームにおいてメンバー自ら任意で生配信で自分のアピールを行うまた 今回の選抜総選挙で17から32位にランクインした16名を対象に秋に予定されている地上波番組の MC 権をかけた投票済みシリアルナンバーを活用したイベントをショールーム上で実施予定とされたが秋に実施されることはなく2017年5月6日開始予定の指原里野が MC を務める番組この指とまで のサブ MC 争奪イベントとして実施され、サブ MC は、やぶきなしに決定した。配信期間イベント結果本イベントの順位は、総選挙の結果とは関係ない。所属チームにおいて、K 県は、AKB48 チーム系ドラフト研究生、B 県は、AKB48 チーム B ドラフト研究生、A 県は、SKE48 研究生、K 県は、 SKE48 チームキードラフト研究生、真剣は NGT48 研究生を示す。AKB4845 スシングル選抜、総選挙ショールーム最終結果日本マクドナルドが開催するキャンペーン。2016年6月6日から6月30日のキャンペーン期間中、マクドナルド対象店舗の各店舗に マクドナルドが選抜した66名のメンバーのマクドナルド AKB48 総選挙オリジナルポスターが検出される。マクドナルドが選抜した66名のメンバーが選抜メンバー、アンダーガールズ、ネクストガールズ、フューチャーガールズ、アップカミングガールズのセンターに選ばれた場合、対象メンバーにハンバーガー1年分をプレゼント。 対象メンバーで各ユニットのセンターになったのは1位、指原里野17位、峯岸南33位、ヤ倉ラカエであった。中でもヤ倉は33位のハンバーガーを家族で分け合って食べられるのが嬉しいです。とコメントした。このハンバーガー1年分の副賞は2016年9月15日に行われた AKB48 グループ。 同時開催コンサート委員横浜今年はランクインできました祝賀会でドナルド・マクドナルドから3名に贈呈された。マクドナルドが選抜した66名のメンバー出展はによる AKB48 グループ各劇場拠点の東京、名古屋、大阪、福岡、新潟の蔦屋や5店舗で実施された。 開催店舗投票期間2016年5月31日10時6月17日23時59分投票方法各開催店舗で AKB484 ォースシングル翼はいらない購入者に CD1 枚付きツタヤ総選挙シリアルナンバー入りアクセスカードを1枚付与非選挙権者 AKB4845 スシングル 選抜総選挙の立候補メンバー各開催店舗1位メンバーへの商品45スシングル発売の際、各開催店舗店頭に1位に選ばれたメンバーのソロ、特設コーナーを設置。発表日結果所属チームにおいて、真剣は NGT48 研究生を示す。渋谷津田屋最終開票津田屋名古屋栄店最終、開票津田屋エビス橋最終開票。 スタヤ天神駅前福岡ビル店最終開票、スタヤ書店新潟万代最終開票、ブランジスタゲームが提供する 3D クレーンゲームのスマートフォンアプリ、神の手の第一弾企画として、選抜総選挙当日のステージ上の夢と希望が閉じ込められているという間、バー期間を景品にした。立候補メンバー272名全員分。 3万巻が用意され、10巻に1巻は本人による直筆メッセージが同封された。さらに、神の手第4弾企画として、総選挙で選抜入りした上位16名のメンバーに変身できるキャップ、マスクヘッズが1万個の数量限定で景品化された。イベントの DVD ブルーレイ発売を記念して、ライブストリーミングプラットフォームショールームにおいて、特別番組、 AKB48 総選挙 DVD 発売記念スペシャルが2016年9月16日から9月29日まで全5回で生配信された。NGT48 の加藤みなみが MC を務め、他に AKB48 グループメンバー2名が毎回出演した。配信日程、ありがとうございます。